スノーマン、ソレスの、メグロレンバッシング勃発。LDH とコラボに、深海、高評価も、ファンの分裂を招く、番組メジャー化、の代償。12月8日、スノーマンの看番組、それスノーマンにやらせてください。ソレスの、TBSK、日曜夜8時 P で放送され、新企画、ダンスのンコピレボリューションが好評だったが、 番組の最後に MVP に選ばれたメグロレン26に対し多くの批判の声が寄せられていた。同回の放送は誰もが一度は目にしたことがある振り付けをその場で完璧にコピーしことなく踊れるかを競う対決企画。スノーマンチーム、後藤茉貴38伊原立花24ラダンス女子選抜チーム、そして エグザイル、ジェネレーションズの関口メンディー、32、ら LDH チームが戦うことに。スノーマンと LDH がバラエティーで初で、メンディーは、光栄な気持ちでいっぱい歴史が動いている気がしますよね、と興奮気味にコメント。これに、スノーマンのお笑い担当、向井孝二29が、コメントがうメンディー、と、メンディーのネタで押収すると、メンバーから、 先にギャグするな、と突っ込まれていた。ダンス対決は、修士とアキラの青春アミーゴや三代目 J ソウルブラザーズの R、YUSEI など、旧ジャニーズと LDH の人気曲の振り付けに挑戦。AKB48 のフライングゲットなど、スノーマンにとっては珍しい、女性アイドルのダンスも、 審査員はダンサーで振付師の高広42が務めた。視聴者の X、ツイッター上の反響は、みんなで盛り上がって、応援して褒め合って、踊って簡単そうに踊ってるけど、実はプロでも難しいんやで、でも踊れちゃうんだぜ。おはますことなく見せてくれた。観光コピダンス対決めっちゃ面白く、て素敵で良い企画だったな、など。 称賛の声が相次いでいた。スノーマンと LDH との初対決は見応えあり、2時間番組を一人で見事に回した MC を務めた深沢達也31への評価も高かった。<え>その高広が MVP にメグロを選び、理由として一番本気の目をしていたからと語ったことにファンから疑問の声が集まったのだ。ファン。 視聴者から吹き出した疑問。それは、審査基準がカンコピドじゃなくて熱意なのよくわからない。今回はカンコピドで言うと立ちようなんじゃないかなメグロくん下手ではなかったけど、すごいってなるほどでもなかった。これだからアンチが増える一方なんだよ。平和に行きたいのになんで火に油注ぐようなやらせ演出させてんのなど、メグロ上げの忖度を疑うものだ。 メグロだけでなく、オリジナル以上の足上げを披露した宮舘涼太、高広に振り付け以上のパフォーマンスと絶賛されたザ・ランパジ・藤原いつき、26など、それぞれこうおつつけがたい出来でした。ただ、この番組で特定のメンバーが攻撃されるのは、かなり珍しいんです。スノーマンファンは、メンバー同士の仲の良さもあって、派工し、グループ全体が多いもので、 芸能ライター、坂上五郎。なぜにファン同士のいがみ合いが起きたのか一つには、ソレスノの番組内容が、より一般受けするものに変化してきたことがあるでしょう。ファンのコメントに、平和に行きたい、という言葉があったが、これがその象徴です。一部の保守的なファンは、かつてのわちゃわちゃ、ソレスノを見たいが、現在は一般視聴者を意識してか、 メグロレンとラウール20をフィーチャーしがちになっています。メンバー格差がファンの分裂を生んだということですね。全道応援するグループが新たな領域に踏み込むのは聞くことだと思うが、進化することよりも従来のジャニーズらしさを求めているファンは少なくないようだ。12月8日には旧ジャニーズ事務所の所属タレントのマネジメントを行う新会社。 スタートシャンが設立されること、その社長に福田敦志氏58が発表された。新体制への移行で、所属タレントは新たな局面を迎えることが予想される。スノーマンにも何らかの変化が訪れるだろう。ファンにとっては、しばらく心穏やかでない日々が続くかもしれない。9人を平等に扱うのは、なかなか難しそうだ。